聞かせるトレーニングセミナー行きます。ケーブルプリチャーカールが LBGM に入ったんで、これでちょっとご説明します。まずプリチャーカールというのは、プリチャーっていうのは説教台のことですね。牧師さんが説教するときに聖書を置くですね。マドンナの曲であったパパドンプリッチですかね、説教をしないでねみたいな感じでプリチャーですね。説教台の意味ですね。スコット・カールとも言うんですけども、スコット・カールっていうのはもうラリー・スコットですね。オリンピアを取った選手がやってたからっていう感じですかね、考えたかですかね。スコット・カールとかプリチャー・カールとか言いますけども、これのマシンはケーブルでやるようになってますから、ケーブルの場合はここで逃げないわけですよね。これバーベルだったらやっぱり重力で引っ張ってますから、ここで逃げてしまいますよね。だからケーブルの場合はここでも効いてるし下でも効いてるという、逃げないとこが面白いわけですよね。どうしてもこうバーベルとかダンベルだったら角度によって逃げるところができるんですけども、ケーブルの場合は逃げずにやることができますから、まあ、一般的にピークが出やすいとか言いますけどですね、まあ、ピークが出るかどうかも個人差はありますけれども、まあ、いろんな種目をやるっていうような手ですね。もちろんこの、関節角度が不利な状態でやっても効きますし、上の状態でも効きますよね。いろんな角度でやれるっていうのが楽しいところですね。それに、まあ、プリチャー台もこう体重のかけ方によって負荷が違ってきますからですね、その辺を考えるのもまた楽しいですよね。なかなかこのマシンは少ないからですね、プリチャー、ベンチと、ケーブルが一緒になったパターンですね。この上でダンベルでやったりする人もいるんですけども、いろんな工夫をして使うのがまたマシンの楽しさですね。まあ、同じマシンでもですね、工夫して使うことがまた、筋発達には役立ちますから、ちょっとでもねフォームとか、速度が変わるとまた別種目みたいな感じ、考え方でやるのがいいですね。重量を増やすのも一つの刺激を変える方法ではあるんですけども、それに頼らずに他の部分で刺激を変えようとするのを効かせるトレーニングですね。このマシンもですね、プレートしっかりついてるんですけども、一番下まで やらなければいけないっていう風なトレーニングとは違うんですね。効かせるトレーニングの場合は、重量を伸ばすことよりは他の要素で筋肉に対する刺激を大きくしようっていうのが効かせるトレーニングです。まあ、ずっとこうやって体得だけでも効いてきますからですね。でこれではダメで、ここから追い込まないといけないわけですね。しっかりいかに追い込むかっていうことが大事ですから、そのためにはこう、まあ、重量だと最後まで追い込めない人もいらっしゃいますからね、それよりは適切な重量で最後まで追い込むようにした方がいいですね。あ、効いてきますね。体得だけでも結構効きましたよね、これ。